ていきます。1番の伊藤が前を押さえていきました。誘導員をかわします。7番の田口は前に踏んでいく。6番の平間も上がってきた。ここは2番手の位置を狙っていくレースか。1番の伊藤が少しペースを緩めたところ、2番手は6番の平間と5番の小林で並走する形になって、7番の田口は一旦車を下げました。現在は6番手の位置です。1番の伊藤がマイペースの先行、残りが1周。2番手は6番の平間、その横並走しているのは5番の小林ですが、6番の平間が2番手取り切りました。1番の伊藤が先頭、もう1回5番の小林上がってくるが、ここは6番の平間2番手をキープ。その後ろ4番のサイマルが続いています。3番手に下がっているのは5番の小林、3番手外並走、もう1回いけるか。1番の伊藤先頭でのコーナーか直線、伊藤が先頭、追ってくる6番の平間、伊藤が粘ったか。最後は1番の伊藤が粘り切ったようにも見えました。